どうも、キウシ先生がまず、おいしょ、派遣。クシュン鼻から手入れた。というわけでですね、今回まずは、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター汗今日呼んでおります。うわっふふぅナイスいやー、ミスター汗今日、さっき中飛んだよ。気をつけてね。触ってくれよ。今回の都市伝説は、連日ニュースを騒がしている政治家による裏金、派閥などの問題。しかし、彼らの裏には、常にある団体が潜んでいるので、というわけでですね、今回そのある団体について触れていきたいと思います。政治資金パーティー、収入裏金事件や派閥問題など連日ニュースを騒がせている政治家たち。しかし、ある団体が絡んでいる件に関してはほとんど触れられることなく闇に葬られている。あれだよな。無理に喋んな。その団体とは人材派遣事業などを展開している企業、株式会社2019年ナロコの流行に伴う経済産業省外局中小企業庁による持続化給付金事業をサービスデザイン推進協議会が受託して、同協議会から電通に採択して問題となっていたのよ。あの平らのクラスなんですよね。あ、そうですよ。あ、出しちゃっていいですか。あ、内緒ですよ。あ、内緒、さすがにね。あの人ね、絶対喋んな。そして事業の過程で電通本体および電通グループ子会社6社で少なくとも154億円余りの緊急支援的意味合いのある公共事業のもと、公金または税金が大規模にピンハネされて中抜きされていることが報じられているけども、パンへの外注費などは明らかになっていない。通常であれば詳細が明らかになるまで徹底的に調査されるものだけども、決してそこまで深入りされることはない。そして2021年6月の東京五輪パラリン大会開会直前に JOC の経理部長が都営地下鉄浅草線の駅で電車に飛び込み逝去した。大会運営業務委託に絡み、大手広告代理店数社やテレビ番組制作会社に加えて、による日給35万円といった人件費や管理費名目の多額に上る中抜きがテレビ報道での告発や国会審議などで問題化されたけども、さまざまな推察や憶測を呼んだだけで真実を明かされることはなかったのよ。やめた方がいいか。そしてパッで一番闇が深く都市伝説とされているのが、が運営する接待施設に各界の VIP たちを招いては宴会を開き、高級料理や美女たちによる手厚いもてなしによって弱みを握っているとも言われているのね。おー、じゃああれだよね、あのエプスタインがアメリカの政治家に行ってたようなことを今回やってるっていうことですよ。ちょっと編集大変だろうからね、あの口で興奮みたいな。優しすぎる。そしてこれらの指示を行っていたのがパソナの会長だった某人物と噂されてるのよ。政治家たちを乱交パーティーや麻薬パーティーなどに参加させ、某人物に逆らうことのできない支配体制を築き上げてきたのね。そして利益となるように国会内でせっせと取り計らい、自動的にボロ儲けできるシステムが出来上がっているということなんです。この話は2022年5月兵庫県明石市の泉市長が X にて暴露して明るみとなり、 SNS 上で大きな話題となったのよ。今まではメディアが取り上げなければ表沙汰になることはなかったけども、 SNS の発展により明るみになることが多くなってきたので、日本政治の腐敗が進んでしまったのは議員たちにも重大な責任があるけども、彼らを裏で操っている力を止めなくては日本の未来は明るくないのかもしれないので、みんなのお金だぞ。1円も払ってない。黒衆という字は今日取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。何も知らんからそんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとかできるの。ああ。